新同盟は、かつて、リトアニアに存在していた、中道左派政党。社会自由主義を標榜していた。日本語では、新連合とも訳される。欧州自由民主改革党に参加し、自由主義インターナショナルにもオブザーバー参加していた。設立は1998年。党首は、アルトゥーラス・パウラウスカス。2011年に労働党に吸収合併された。個人の自由。 社会の団結、国民の福祉、そして公正さに価値を置く、社会自由主義を標榜している。2000年、新同盟は、リトアニア自由連合と共に連立政権を樹立。2001年からはリトアニア社会民主党と連立政権を組み、2004年からは労働党も連立政権に加わった。2002年リトアニア大統領選挙では、党から、 アルトゥーラス・パウラウスカスが立候補、得票率は8.31%で、アダムクス候補、パクサス候補に次いで、第3位であった。2004年リトアニア大統領選挙では、党からビディア・ブリンケビチューテが立候補、得票率は16.6%で第4位であった。同年10月10日の議会選挙では、社会民主党と選挙連合、リトアニアのための労働のためにお組み、 新同盟は141議席のうち11議席を獲得した。2008年リトアニア議会選挙では、左派諸政党は大きく、議席を減らし、新同盟も1議席のみの獲得にとどまった。2011年4月9日、新同盟は労働党に吸収合併された。ありがとうございます。